ゼルスのプレイオフ進出確率は 3.5% にダウン。10日前のカージナルスと同じくらいの数値。終わり。終わった。さ、もうレイパーでよいやん。戦いぶりがノンテンダーと変わらん。一番負けたらいけない相手にスイープは草なんよ。ゴミみたいなチームで草。プロスピの S ランク排出率とほぼ変わらん。マリナーズにスイープされて終了。おとといぐらいに終戦したやろ。もう無理。マジで淡々と負けるよな。イライラするわ。ただでさえ少ないプロスペクト一掃したし今後地獄やろ。まだ生きてるつもりだったのか。よりによってホームでマリナーズに負け越しがちでこそ。大谷はおとといの試合で気持ちが切れた説ある。そもそもトレード前から終戦してる定期。大谷の持ち腐れやわ。ドジャース行かねえかな。昨日もすごいとこ振ってたよな。マリナーズ59勝52敗、勝率5割3分2厘、ワイルドカード 2.5 ゲーム差。エンゼルス56勝56敗、勝率5割。エンゼルスのおかげでマリナーズがなぜかプレイオフ圏内を維持する。勝負弱いとかいうレベルじゃない。レンジャーズアストロズの6連戦までは楽しめると思ってたのに。3連戦前はなぜかマリナーズより上だと思って喋ってるやつ多かったよな。当たり前に勝ち越せる前提で。大谷の7月8月得点圏打率0割だからな。9回に自分が三振で2アウトになった時点で大谷は帰り支度を始めとった。これが今のチームの全て。運にも見放されてる。大谷打席での表情おかしくね。壊れてるよ。明日も負けて当たり前のように4連敗スイープくらいそう。そもそも去年プレイオフ出たチーム様になんで上から目線やねん。エンゼルス、さーて、大谷残留も決まったし負けるか。全ぶっぱして負けるのがエンゼルスらしいわ。来年以降エンゼルスファンは何を楽しみに野球見ればいいんだよ。やっぱ初戦のエステベスの満塁弾子弾デートが切れてもうたな。野球の神様が、WBC も頑張ったし今年はプレイオフは良いよと言っとるんや。そういうことにしよう。もう無理させんでほしいわ。